はい、お盆でございます。安水です。今日は8月13日の木曜日ですね。今日の札幌はですね、非常にね、昨日と打って変わって、まあ暑いことは暑いんですけど、カラッとしたね、暑さに変わりましたね。風がね結構気持ちよく吹いてるんで、体感的にはね昨日と全然違いますね。はい、今日のね使ってる機材は GH5 ですね。どんなに暑くても熱停止がしないということで、はい、今日はね安心してね撮れると思います。今日はね手持ち撮影ですね。手持ち撮影で全て撮ることにしております。Vlog-L でね撮ってますね。はい、オールイントラで撮ってます。ソニーさんの、オールイントラ 4K60p が 600Mbps ですけれども、ソニーの Vlog-L の、オールイントラで撮りますと 4K30p なんですけど、なんとね 400Mbps なんですね。まあ単純に比較はできないですけど、パナソニックのねこの GH5 の方が、なんて言いますかね、容量的にはね 1P あたりの容量的には非常に高いっていうね、ことになりますので、まあそれがね画質にどう影響するかちょっと何とも言えないですけど、はい、そんなカメラですね。レンズはね今日8から18のパナライカですね。はい、ズームレンズ使ってます。で今ね 8mm 側で撮ってますね。ですからフルサイズで 16mm になるのかな、合ってるかな。まあそんなところになっております。はい、Vlog-L なんで、はい、こういうね逆光の時ですとかね、まあここはあんまり輝度差は激しくないと思うんですけどね、はい、輝度差がね激しい時なんかにはねすごく力を発揮してくれる、録画モードになりますね。はい、今たまたまちょっとねバッテリーの話が出たんで、皆さんねどう思われますか。純正のバッテリーと、あー、いわゆる互換性のバッテリー、どっちが安全だと思いますか。チッ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 チン。はい、これね、僕もねいろいろ調べたんですよ。どっかな、リコールのね、いろんなね発表してる、団体ありますよね。そういうのとかねデータをだーっと僕ねつい先日かなちょっと集めて調べてみたんですけど、話すと長くなるんで結果だけから申し上げますと、互換性のバッテリーも、それから純正も、危ないことは両方とも危ないことに危険度は変わらないです。安全性も変わらないですね。はい、どうですか皆さん、互換バッテリーでなんか発火したとか膨張して危なかったっていうことありますか。僕の経験から言わせてもらいます と、ソニーバイオのね昔の話ですよ、リチウムイオンバッテリーがちょっと発火するってことで、大騒ぎになって、なんかリコールにね応じたことがありますけれども、それとあとはつい今年か、ASUS スマホメーカーのねこれもリチウムイオンバッテリー発火はしなかったですかね、膨らみましたね。はい、で一番多く使ってる互換バッテリーはね今までね膨張したとか発火したってことは一回もないですね。はい、でねデータ、統計データね当然ですけど互換バッテリーメーカーの方が数多いです。ですので何か事故を起きるのは互換バッテリーメーカーの名前が出ることが多いのは事実ですが、いろいろね計算してみたんですけど、純正メーカーも互換メーカーもそんなに変わらないですね。はい、全然ほとんど変わらない、事故率はね変わらないですね。
ですのでね、やっちゃいけないのは、純正もね、互換も夜寝るとき、朝まで充電するとか、そういうことはやめた方がいいと思います。だから必ずね、出かけたりしてもダメですね。日中もね、家にいるときに時間あるじゃないですか。目のつくところにね、純正も非純正も互換バッテリーもね、充電してた方がいいと思います。はい。ただね、純正と僕使ってみて感じるのは、へたるのはね、互換バッテリーがやっぱ早いですよ。はい、これは間違いないですね。さっきのロアバッテリーじゃないですけどね、へたるの早いんですよね。純正は結構長持ちします。あと保証の問題ですね。はい、保証の問題も、一応ね、ほとんどのメーカーさんはね、互換バッテリーを使ってトラブった場合は保証しないっていうことを謳ってますので、そこはね、自己責任で使うしかないと思います。ただね、価格があまりにも違うんでね、皆さん互換バッテリー結構使われてると思いますけど、はい、リチウムイオンバッテリーである以上ね、絶対に安全だっていうことはないので、注意をねして使うようにした方がいいと思います。やっぱり今日の札幌涼しいですね。24度です。風もねあるんでね、すごくね清々しい夏ですね。一応パナもね、フォーカスの位置をねタッチで合わせられるので、まあこういったね、映像を簡単に撮ることができますね。はい、札幌市役所ですね。はい、もう札幌市役所もねだいぶ古くなったんですけれども、はい、何だったっけな、1億円創生の時に結構ね、市町村のね役場がすごく立派になりまして、猿払村にしろね、あと浜トンベツ、まあ浜トンベツ町の役場もめちゃくちゃね立派ですよね。札幌市役所がね多分ボロく見えると思います。はい、希望というね、銅像でねえな、石像ですけれども、はい、希望というとね、僕ね、こういう言葉をね、思い出すんですよね。希望はあなたを捨てません。あなたが希望を捨てるのです。はい、テレフォン人生相談のね、教わった言葉です。いやー、よくできますね。もう絶対無理ですね、これね。怖いですよね。おー、上手だ。すごいすごい。おー、すごいね、この子。体操の選手かな？すごいすごい。フードコーナーですね。フードコーナーやってます。一応、手ぶれ補正は低いんだけど、やっぱり見た感じですよ、モニターの、アルファ 7S3 の効く感じするな。はい、いつものライオンさんのとこですけどね、はい、VlogL で撮るとどんな感じでしょうか。はい、たぬき工事はですね、まあ、結構人にぎわってますね。ね、すすきのは短期工事と違ってそんなに、なんですかね、人がこう出てるような様子はない感じしますね。今日のお昼は中間です。はい、そういえばお盆は神社は休みなんですかね、基本的に。はい、ということでね、今日も一日なんだかと言って終わりましたけれども、それではね、皆さんも良いお盆をお迎えください。はい、ではまたお会いしましょう。